ゆうすけさん、この間話してたテラスハウスの話、うん、あれ決まってさ。素人で浮かんだね。最年長でしょ。最年長。何持ってくの？カメラと洋服。みんなモデルさんとかじゃない？だって出てるの、うんうん、超可愛いらしいしね。まあそれが目的ってわけじゃないけど、もちろん、うん、恋愛、恋愛に過度に期待してるわけでもなく、うん、まあ、拒絶してるつもりもないし、まあでもうまくやれればいいよ。そうだね、仲良くなってね、仲良くいい感じの時間過ごせたらそれは出会いだし、うん、男女関係なくね、うん、それ決まって。仕事は？仕事は普通に通う、うん、通う。写真はそのままメインな。そうだね、だから活動的には、うん、写真の制作とかも、うん、ね、いい場所にいるからいい刺激ももらえるだろうし、作品制作にもちょっとこれをきっかけに力入れてね、うん、力入れて、とりあえず明日からさ行ってくるからさ、頑張ってくるから、うん、まあ、ここ来るけど頑張るからよろしくです。あ、もしもし、お母さん今大丈夫？ちょっと報告したいことがあって。テラスハウスって知ってる？そう、そのテラスハウスにですね、住むことになりました。そう、なんか6人でシェアハウスっていう感じで、そう、他人と住んだことないじゃないですか、私は。だからまあちょっと緊張もあるけど、実は明日から行ってきます。女子力アップして帰ってこようと思うんでね。うん、ちゃんとお父さんにも説明して。うん、よかった。じゃあまた連絡します。はい、バイバイ。みーさ、テラスハウス入るから。嘘、もうほんと急やね。でもマジ汗かきすぎだから。嘘、寂しい。てか不安。いや、もうあれやろ、浮気3回まで OK や。3回まで OK って言ったよね。いや、これ持っていくの？持っていく、これ一緒に寝るから。そうやろ、ケンちゃんが4,000円かけて取ったやろこれ。まあね、いつまで？だからミーが、うん、なんか得たものがあって、うん、もういいかなって思うぐらいまでだから、うんうんうん、まだわかんないけど。なるほどね。まあね、あ、まあね、不安やし、まあ、心配やけど、まあね、それが自分の成長につながるんやったら、まあ、俺も応援するし、ね、頑張ってほしいと思う。いや、ちょちいのありがとう。まあ何があるかわかんないけど、でもまあ成長して帰ってくると思うし、うん、行ってくるね、ケイちゃん。ちょっとマジで恥ずかしいけど。